ボイネックストドアのジェヒョンとリーゼの祖父が、M ネット、M カウントダウンの新 MC に抜擢された。5日、M ネットは、ボイネックストドアのジェヒョンとリーゼの祖父が、M カウントダウンの MC に抜擢された、とし、昨年9月に、M カウントダウンの MC として合流したゼロバセオネの孫ンンビンと一緒に、3人体制で11日の生放送から MC を務める予定だ、と明かした。 ジェヒョンとソヒの合流に先立って MC を担当し、スムーズな進行で好評を得ているソン・ハンビンは、昨年7月にデビューしたグループゼロバセオネのリーダーだ。ゼロバセオネは、ミニアルバムが2枚連続でダブルミリオンセラーを達成し、デビュー半年で主要音楽受賞式で新人賞6巻を達成した。CM、c MC に抜擢されたジェヒョンは、昨年5月にデビューしたボイネックストドアのメンバーだ。 ブロック B の事故がプロデュースするグループとして早くから大きな注目を集め、デビューから約2ヶ月で初の新人賞を獲得した。ボイネックストドアはファーストミニアルバム、Y がデビュー112日にして米ビルボードのメインアルバムチャートである、ビルボード200にランクインするなど、凄まじい勢いで成長している。ソヒは昨年9月にデビューしたリーゼのメンバーで、ファーストシングル、ゲットアギター、 が一週間で超高速ミリオンセラーを達成したスーパールーキーだ。デビュー前に公開されたパフォーマンスビデオが話題となった、サイレンから爽やかなメモリーズ、ファンキーなゲットアギター、パワフルなトークサクシーまで楽曲ごとに様々な魅力を披露し存在感を見せたリーゼは本日5日ニューシングルを発売し、もう一度ファンを魅了する。ジェヒョンとソヒは 同番組のスペシャル MC を務めたことがある。ソンハンビンと共に新人とは思えない進行能力と、見るだけで幸せな気分になるケミストリー、相手との相性を披露した。M カウントダウンの制作陣は、昨年目覚ましい活躍を見せたスーパールーキーで、全員2000年代生まれの新しい MC と共に、さらに若々しくトレンディーなシナジー、相乗効果を発揮するものと期待している。 と語ったファン平人